往年の交わりとは何？当該と賃貸の関係性は三国志演義の創作だった？当該と賃貸は共に義で活躍した将軍たちです。この二人は蜀との適当な戦いで共闘することになるのですが、その戦いの後二人は往年の交わりを結んだとされます。この当該と賃貸はどのような関係だったのでしょうか。まずは簡単に二人のプロフィールから探ってみましょう。蜀を滅ぼした名将当該。当該は貧しい家に生まれ、加えて吃音を持っていたため周囲に疎まれていました。12歳の時役所に出仕することになるのですが、そこでも出世のコースからは外れていました。しかし当該は地理や地形にとても詳しく、仕事の合間を縫っては山や沼地を見て図形を書き、軍営の設置場所を地図に記入していたといいます。その才能は都に行った際、当時の権力者司馬懿に見出され、当該は手腕を発揮していくことになるのです。農政に通じていた当該は運河の開通や新規開墾など次々に検索し、実績を上げていました。戦にも力を発揮し、諸葛亮の後を継ぎ魏への北伐を行った脅威をたびたび撃退しています。そしてついには意表をつくルートで蜀に攻め込み、その首都成都を陥落させることになるのです。名門出身サラブレッド賃貸。賃貸の父は魏の法制度を整え、人材登用に力を発揮した名臣陳雲です。母親は曹操の軍師として知られる淳育の娘で、まさに名門のサラブレッドとして生まれました。父陳雲が亡くなった際に後を継ぎますが、内政に力を発揮した父とは違い、軍事に活躍することになります。異民族京都と接する地の長官及び将軍に任命され、異民族の鎮部に当たっています。そこでは異民族に過酷な処置をすることはなく、愛情を持って接したとされ、異民族から畏敬の念を受けていました。後に司馬懿が宮廷を牛耳る曹操一派に対するクーデターを起こした際には、敗れた曹操に降伏を勧めています。その後は蜀との最前線に派遣され、当該らと共に脅威の北伐に対抗することになるのです。適当の戦いで往年の交わりを結ぶ。255年、脅威は再び魏への北伐を開始しました。魏は王慶を派遣し防衛に当たらせますが、大敗し多くの兵を失ってしまいました。王慶は退却し敵道場にこもりますが、蜀軍に包囲されます。そこで救援に向かったのは当該と賃貸でした。結局は当該と賃貸は脅威を撤退させることに成功します。そこで賃貸は当該の才能に惚れ込み、二人は往年の交わりを結んだと言います。往年の交わりとは、賃貸と当該は往年の交わりを結びました。この意味は年齢が離れている二人が認め合い信仰を結ぶという故事成語にあたり、現在でも使われることがあります。由来は三国時代の少し前、後漢末期に20歳の貞公の才能に当時50歳の知識人孔融が惚れ込み信仰を結んだことから来ています。ちなみに当該は賃貸より10歳年上になります。しかし当該と賃貸の往年の交わりは創作？当該と賃貸の往年の交わりのエピソードなのですが、実は正史にそのような記述はありません。正史では2人の意見は対立し、結局は賃貸の意見が正しかったことになっています。適当な戦いで脅威を破ったのは実際は賃貸の力が大きかったようです。ではどこから来たエピソードかというと、小説三国志演義の創作になるのです。当該は三国志演義の主役である蜀を滅ぼした武将であることから、小説内でライバルとして優遇されているので、キャラに厚みを持たせるために付け足したエピソードだと考えられますね。その後の当該と賃貸、度重なる脅威の北伐を撃退した後、魏は蜀の征討に乗り出します。その責任者に任命されたのが当該でした。当該は蜀海と共に蜀を攻めますが、脅威の守る剣閣を落とすことができません。そこで当該は迂回ルートである前陣未踏の地を強行軍し、蜀の首都征討を落とします。功を挙げた当該ですが、その功を誇るあまり謀反の疑いをかけられ、結局は殺されてしまいます。一方賃貸は前線を離れ、中央で人事などを担当することになります。
父と同じような内政担当大臣として歩むことになり、天寿を全うすることができました。残念ながら謀反の疑いをかけられていた当該についてどう思っていたのかは伝わっていません。三国白いた三浦の独り言。忘年の交わりが創作だったのは残念でしたが、生まれの違う二人が認め合う姿は胸を打つものがありますね。三国志演義の歴史上の人物のキャラを立たせるテクニックはすごいと思います。